平林久和は日本の実業家。株式会社インターラクト代表取締役社長。神奈川県出身。神奈川県立小田原高等学校卒。青山学院大学経済学部卒。1991年に独立。会社設立以降、ライタージャーナリストとして活動。スタイリスト、ファッションコーディネーター、河井真奈は妻。富士テレビ。 映画プロデューサー河井信也は議定。1985年、株式会社、ジックに入社。ゲーム雑誌、ファミコン必勝本編集部に所属し、当時では珍しかった産業ニュースのコーナーを作り一人で、取材、執筆を担当。またベニー松山が表した、小説ウィザードリーとなり合わせの灰と青春の連載と、単行本の担当者でもあり、ゲームソフトのノベライズの宣伝をつけた。 1991年に独立して株式、会社インターラクトを設立、代表取締役に就任する。1994年、日本工業新聞で、新聞史上初のゲームコラムの日刊連載を開始。ジャーナリストとして、雑誌、新聞などの記事の執筆をする一方で、ゲームソフトメーカー、出版社、広告代理店、教育機関、法律事務所、 各種公共機関向けのアナリストレポートの執筆、テレビゲーム関連企業向けのアドバイザー業務、人材開発プログラムの開発、各種講演活動などを行っている。2000年には、ゲームソフト売上げの定量分析を行うシンクタンク、株式会社、D タンクを設立、取締役に就任。2007年、セタ取締役を経て7月より、社長に就任。 同社代表取締役は2008年に退任。2012年、合同会社ヘルプボタンを、コピーライタークリエイティブディレクターのコシモカズや、株式会社コジープロ代表のトネリナオキと設立。水口哲也と平林久和の東京ゲームラウンジという、インターネットラジオ番組を2年余り担当していた。株式会社、マリーガルマネジメント社の契約プロデューサーとして、 DT などに関わっていたこともある。西洋美術史に精通し、CG を学ぶ学生に講義を行っている。財団法人デジタルコンテンツ協会、デジタルコンテンツ白書編集委員。2012年3月31日、Google とスクウェアエニックスのコラボ企画、ファミコン版 Google マップ8ビットについて、コピーライト表記がされているにもかかわらず、スクウェアエニックス未許可と誤認し、 業績がいい企業が歴史に傷をつけているようで、無別的と批判。2012年8月31日、週プレニュースサイト内のインタビューにおいて、ドラゴンクエスト10のゲーム内容について、発売初日からサーバーがダウンしました。モンスターとのバトル中に別プレイヤーに割り込まれ、経験値を奪われるなど、実際のゲームには含まれない内容をもって、批判を展開し、 インターネット上で強く非難された。当人は自分にも一部費があるものの、執筆したライターに責任があると弁明している。ありがとうございます。